完了。いいな。ストリップ劇場か。年季の入った建物だな。おい、一番、アルバイト募集だってよ。 ほう、時給900円か。ここで働けば、お金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのと、もう一つは？え、それはその社会貢献？どうせならもっともうまいこと言えよ。冗談よ。でもこの場合とは勝利慣れないわ。そこの担当者と知り合いなんだけど、 バイトはモギリや機材調整係だって。ああ、そうなんだ。それに下心でもんを叩く人はすぐに分かるでしょ。違うぞ。俺は真面目に働こうと思って。ふーん、別に何でもいいけどね。ま、楽な仕事なんてねえよな。うん、 この目つきが気に入らねえ。別にしやれ。いいけどね。よし、なめんなよ。やんのか。とっておき。なめないでくれ。どうした。 懐かしい。ん？写真館か。小さい頃ここで家族写真撮ったんだよね。私も菜の葉も緊張して全然可愛く写らなかったんだよ。 それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか。まあ、それは否定しないけどね。あれ、でもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか、ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。たとえ写真がなくなったとしても、 撮った時の記憶が残ってる方が大切じゃねえか。<笑>そうだね。ねえ、今度みんなで写真撮ろうよ。写メでもいいからさ。ねえ、そうだな。 助けてくれ。おい、大丈夫。
あんた、そう。別に、みんなからは。宝探し。まあ、あまりお。それはとろうとした。確かに。例えば。あいつ、本当に大丈夫な。 片付けるかね。すぐに楽にしてやるぞ。ここにしてやる。よし。やってみろ。とっておき。俺の番だな。どうするかね。 やるか。
強くなった。任務完了。ユミコさんさ、いい加減引退するか。な、女王様が取り囲まれている。だっ、開けてみるか。開いたぜ。すみませんでした。すみませんでした。おう。よし行くぞ。
来いよ。
像おじさん知っているんですか。まだ俺は赤瀬さん。痛み痛み、そうですか。仕方ね。よっしゃ、いい加減な。まず容赦しねえぞ。よし、なめんなよ。破って、俺の番だな。激しいのが欲しいのですね。よし、破ってやるのか。ほら来いよ。とっておき、破ってどうするかね。破って、これで本気になれますか。やるか。待ちこーい。絶対負けない。私の番よ。してみろ。破って、よし、行くぞ。仲直りしようぜ。ああ、そうですか。おい、来た。ほら来いよ。見てろよ。お願いします。俺の番か。あなただけが希望なんです。やってやろう。行ってこいよ。今のうち、なめんなよ。やってみろ。見てなさい。ねえ、お願いがあるの。俺の番だな。破って、破って、破って、やめんな。俺の番に。破って、破って、ほら来いよ。どうするかね。もう何かご用で。下がってこい。おい、来た。なめんなよ。絶対負けない。どうしか。じゃあこう。私の番よ。してみるか。よし、行くぞ。また強くなっちまったか。また成長できるとはな。あ、いいな。ひと仕事すっか。楽しませるぞ。負けねえぞ。よし、やんのか。かかって、ほら来いよ。ぶっ飛ばして。俺の番ね。さあ、行け。やめんなよ。俺の番だな。やってやるぞ。本気出せよ。俺の番か。行くぜ。してみる。近いよな。でいくわ。終わりだ。おい、来た。やってみろ。よし、いいかな。任務完了。
文句あんのか。ぶっ潰す。やってやるぜ。よし。なめんなよ。やめろ。やんのか。俺の番ね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ブランコ見るとほっこりするな。子供の頃好きだったんだよね。お父さんや妹とはよく公園で遊んだな。そうか。俺もいつか家族ってやつを思ったら。なんですか。へえ。どうするかね。行くぞ。
Oh. いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 続けるかね。いい加減死ねえぜ。ほい来た。ほら来いよ。よし、行くぞ。かかってこい。 誰がいいか？ おい、よ。 絶対負けない。 はーい、どうしたの？ 俺の番か？ なめんなよ。 よそ見すんなよ。 来いよ。 ほら！ Thank you.
いらっしゃいませ。いた。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
仕事すっか。お前なんか気持ち怖くねえんだよ。よし、はい、見てなさい。ほら来いよ。任務完了。Thank you.
結構歩いたな。どっかで休むか。そうね、ちょっとお茶でも飲みたいかも。どうしたんだい、ナンバー。さっきからおとなしいな。いや、ちょっとお腹の調子が悪くてな。常温で保存してた牛乳が傷んでやがったから。でも少し良くなってきたぜ。そうか、あんま無理すんなよ。この世界の果てには何があると思う？おい、ナンバがダメそうだ。早く何とかしてやらねえと。そっとしといてやろう。鍵がねえな。
ジか。ありがとうよ。ん？マジか。ありがとうよ。いらっしゃいませ。
とうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
出せよ。じゃあ、とっておき。おい、来た。絶対負けない。おお、見てろよ。なめるなよ。俺の番だな。俺の番か。してみろ。逃げるなら今のうちだ。やめないでくれよ。私の番。やってみろ。見てなさい。よろしく頼むぜ。行きますよ。私も頑張らないと。チThank you.
ください。次はどこを狙い、どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うか起動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。おめでとうございます。横に移動、よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。おめでとうございます。繰り返しプレイすることで上達します。信号が変わるタイミングで。バーサー、うん、ああ正直あんた、きっと
かいいな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。つけてん邪魔だって、ね、気に入らねえ。泣き言言っても恐れてやるぜ。よし、ほら来いよ。ビビってんのか。逃げるなら今のうち。やってみろ。何やってる。ほれほれ、ビビってんのか。何やってるの。ビビってんのか。俺の番だな。いらっしゃい。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうね。
させてもらいてねえぞ。よし、とっておき。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。食いたくなったからさ。おう、じゃあコンビニ寄る？パチンコ行っていい？なんで？最初から素直にパチンコ行きたいって言いなさいよ。でもよ、景品のチョコうまいの多いよな。わかる。俺もチョコ食いたくなってきた。じゃあみんなでパチンコに。もう好きにして。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。
美味しかったいい食いっぷりだったぜ。あの、募金お願いします。おう、やった。ほらよ。こんなにいいんですか。よし。
てると思ってんのか。私の番ね。新しい服欲しいな。奮発して買っちゃおうかな。さっちゃんいい服着てんじゃねえか。それじゃダメなのかよ。俺も気に入ってるけど、新しい服着て気分転換したいのよ。なんちゃんだってそう思わない？まあ気持ちはわかる。俺も気分転換したいときは新しい段ボールを拾ってきて家を建て直すしな。ああ、そういうことか。そういうことだけど、そういうことじゃない。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。何見てんだよ。おいてめえ、どうする。何見とん。まだかな、まだかな。そうか。じゃあ、お、はい、募金か。本当に。おう。なあ。ちゃんは何月生まれ？え？4月7日ですけど。ええ、好きな食べ物は？おい、あいつなんか口説き始めたぞ。ほんと女の子好きよね。確かにエリちゃん可愛いけど。うん、なるほど。エリちゃんは黒ヒョウだな。え？黒ヒョウ？ああ、生まれや趣味を動物に当てはめる占いでな。ちなみに俺はチワワだ。ああ、俺ら相性バッチリみたいだぜ。口説き方フル。占いで口説くってところが世代を感じさせるわね。私パンダの方が好きなのでパンダになりませんか？え？いや、どうだろうな。これそういうんじゃなくて。なんだ、残念。噛み合わず撃沈してるし、
っていうかチワワってどうなのよ。そこは俺に言われても困る。よう、さっちゃん。え、さっちゃんって。ん？あれ、さっちゃんじゃねえ？お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして、菜の葉さんか？でも、なんでここに？誰に聞いてこの店を？私だよ一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。はい、それより桂川これから抜く一番。あいつは今自分のオフィスにボディ結構これそうな。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。なのは分かったな。これまでだ桂川なもちそのなで、ま、すみません優秀さっきてめ本気なのかな。そう世間知らずてめおやいえ俺なのこのちないお前この俺だろうがいます。うるせはいハハ許さない。手加減しねえぜ。私の番ね。ほら来いよ。かかってこい。見てなさい。なめないでくれる。いざ。次
何か。じっくりご確認ください。お疲れ様でした。
ありがとうございました。 来なさい。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。隊長、万全だぜ。すみません、明日のバイトなんですよ。クロス、おい、シャルビエンシャーでね、おっ、頼んだ。おい、来た。ほら、来いよ。やってみろ。とっておき。おい、来たのか。あー、どんな。やんのか。やめんな。見せてやるよ。ぶっ飛ばしてやる。よし。やってみろ。俺の番か。仕留める。俺の番ね。本気出せよ。よし、行くぞ。何か。なあ。はい。そうですね。調子いいぜ。何か。応援しています。何か。何か。申し訳ありませんが、じっくりご確認ください。いかがでしょうか。じっくりご確認ください。頑張ってください。隊長、万全だぜ。